アルナルド・アントニオ・サナブリアージャラはパラグアイ・サンドレンソ出身のサッカー選手。ポジションは FW。トリの FC 所属。パラグアイ代表。もともとフットサルプレイヤーであったが、サッカーに転向し2004年にはセロポルテーニョのユースチームに加入。2007年に家族でスペインのシッチェスへ移住後はその地元のクラブに加入した。2009年。 13歳で FC バルセロナのユースチームに加入すると順調にカテゴリーを上げ2013年に FC バルセロナ B に昇格した2014年1月29日 AS ローマに移籍シーズン終了まで US 札幌ロカルチョにレンタル移籍することとなった2015から16シーズンはスポルティング基本に1年間のレンタルで移籍した リーグ戦30試合で11得点を記録し、評価を高めた。2016年7月、レアルベティスに移籍した。移籍金は750万ユーロ。契約期間は5年で、エースローマに買い戻しオプションが付与されているほか、ベティスから他のクラブに移籍する場合、移籍金の50%がエースローマに支払われることになっている。2019年1月、 ジェノア CFC に2020年6月30日までのレンタル移籍。2021年1月31日、トリノ FC と4年契約を結んだ。パラグアイ代表として各年代でプレーした後、2013年8月14日、ドイツ戦で A 代表デビューした。2017年10月6日のワールドカップ予選コロンビア戦の後半アディショナルタイムに、 代表初得点となる決勝ゴールを挙げた。バルサ、サナブリアのイタリア遺跡を発表ゴール2014年1月30日、基本、バルサ出身のローマ若手 FW を獲得若手を積極起用する指揮官が決め手に、ゴールドットコム。2018年4月15日閲覧。リーガでブレイクしたサナブリア、ローマからベティスへ完全一席。ゴールドットコム。 2018年4月15日閲覧。フィチャーレイシノブリア、トランスファー、A ポスト。ゲノアクリケット AMD フットボールクラブオフィシャル、ウェブサイト。2019年1月30日閲覧。シノブリアアルトロ。トーレノフック、イット。2021年2月8日閲覧。ありがとうございます。